サポートホームプレゼンツ、宮城竹馬の火曜ださあ、今週も始まりました。うん。えー、平成28年4月の26日、火曜日ですね。はい。えー、先週は、そうね、あの、収録でお届けいたしまして、えー、あの、知り合いから、まあ、ダイレクトメールだったんですけども、うん、収録放送を行ってます。めっちゃ言ってたなって。 <laughs> いや、言わんといかんだと。いやいや、わかるんだけど。そんな、そんなみたいな話をして、してましてね。うん。まあでも、あれぐらい定期的にね、最初の、最初と最後だけでってやってたらね。あれなんで。まあでもけ、結構間に確かに挟んだなというイメージあったんだけど、まさかそれが、それを指摘されるとは思わずにね。え、ね、え。いやー、これ、あのー、 今や、ほら、前も言いましたけども、ラジオっていう、そのもの自体が、ラジオっていう媒体自体が、形がね、進化していっているので、今、あの、ツイキャスも含めながら、あとは、ユーストリームも含めてね。 ええー、あの、ツイキャスはまた同時配信ということで、ええー、あの、今夜もよろしくお願いしたいと思います。さあ、今日のテーマはランチということで、皆様からのメッセージなどと受け付けておりますよ。メールの宛先は86、868アットマーク、FM-URUMA.COM。868アットマーク、FM-URUMA.COM。ファクシメリの方。 098、965の4868、965の4868 48番。えー、両方ともですね、懸命に通うだと。 記載しししててていいいいいたただだラジオネームをつけおお送りくくさいよろしくお願いいたしま,すまた、あの、ツイッター、フェイスブックなど等でもですね、インターネットつながっておりますので、えー、フェイスブックの方は、火曜だと検索していただければ、この番組、えー、ですね、はい、つながっていく形にしております。ツイッターの方は、僕の、えー、アカウント、アットマーク、たくまがはハの方から、えー、ツイキャスをですね、 配信しておりますので、えー、動画配信しておりますので、えー、ぜひご覧になられてください。よろしくお願いいたします。いやー、これあのー、動画配信も含めて、いろいろな形でね、あのー、ラジオって進化してるなって。昔は、もう僕が中学校、小学校、高学年、ね、中学校ぐらいの時かな。うん、あのー、それぐらいから僕もラジオハマりまして、で、その夜中にね、 うん、まあ、昔当時はあのラジカセですよねあ。ラジカセっていうものから、その、ラジオに合わせて、あ夜中つけたらねあ、いきなりジェットストリームとか言ってからね。<laughs> 今でもやってるからね、ジェットストリーム。<laughs> あー番組すごいですよね。あー で、あとは、もう大人になってから、まあ大学帰ってきてから、その仕事を合間に車乗りながらとかねあ、そういったものも、あの、馴染みのあるもので、で、今や沖縄では南極16局えー、大きいところも小さいところも合わせて、コミュニティ。この小っちゃい島国で、えー、ラジオ局が16局あるという、本当にラジオ大国ですよね。あん、もう離島にも、 あるのももちろんですけども北部から中部南部まで、えー、ありますのでまたその辺もねほ本当にラジオなんだなって思いますけれどもねさあこの番組は「オードブル重箱のことならおかずの店カネクあなたの町のリフォーム屋さんサポートホームの提供でお送りいたします サポートホームプレゼンツ、宮城たくまの火曜座、始まっておりますよ。うん。えー、全国的に暑いみたいでね。ええー、あのー、今、ツイッターから、えー、ツイキャスのね、えー、つあのー、リスナーさんがつぶやいていただいてますね。シュプリームさん。たくまくん、皆さん、こんばんは。今日は生放送ですよね。わらわら。 久米島では30度超えの真夏日だったというニュースを見ましたが、東京も半端ない暑さで、我が家に、我が家はついに扇風機の登場ですってことで。ああ、もうもう僕も先週から、うん、除湿かけたり、昨日とといクーラーかけたね。あまりにつ暑除湿じゃ足りないと思って。うん、除湿で意外に冷えると思うんだけどあのー、湿気取るだけではなかなかね、 うんだから、まあ、クーラーというか、ドライか。うん、ドライにして。あ、でも、前、前からずっと思ってるんですけど、ドライと冷房ってあれ、ち違うんですか <laughs> ああなんかね、ドライにあっても冷房にあっても風冷たいじゃないですか。<laughs> あれ、違いはちゃんとあるのかなと思ってね。で、あとね、 な,なんだっけな湿気取りじゃなくってななドライとはちょっと別のやつでまた機能があるんだよなこれも一緒じゃないのとか思ったりもするんだけどねうんだからあとはその私でその電気料金自体が例えば冷房にするよりもドライにした方が電気料金もかからないのかどうかっていうところも全然その辺全く知識がなくてね あどう,どうなんだろう、ねうん、まあ一応変わるだろうっていう望みを込めてドライにしてるんですよ。<laughs> なんとなくね。割、う、で、ん、変わらないっていうんだったらボ房の方がいいかなと思うんですけどね、うん。皆さんのところはどうなんでしょうかね。さあ今日のテーマはランチということで皆様からのメッセージもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。いやランチってね、あのー ほらバイキングだとかっていうのはさ多分ここ最近だと思うんですよ増え,増えたのっていうか当たり前になったのというかまあ俺が高校の時に知らなかっただけの話なのか、うん、その辺ちょっと微妙ですけれども社会人になってでな,な,なんで何かねあのそのた例えば この会社の送別会を誰,誰か一人がもう退社するっていうことで送別会を兼ねてじゃあランチしようかとかもあるし今ランチもモアイってあるんでしょ女の子のねモアイの中で最初聞いた時何のよがかランチモアイって思ったんだけどねモアイイコール夜の居酒屋って <laughs> これは男の差なんですか、うん、思ったんですけれども今なんか女の子同士でのモアイの中での ランチモアイっていうのも普通にあるらしくてね。俺が前やってたモアイでもランチアイやろうかって言って、一回だけやったことありますけど、なんか、なんかも愛っていう気がしないんですよね。普通に一応その時は、あの、お酒もね、飲んで普通にそのアイとしてやったんだけど、やっぱりね、お昼からっていうのも、うん、慣れないもんでね。 うん。で、ほらあ、あれはあるじゃない。あの、毎年夏にさ、モアイメンバーでバーベキューするって言って、で、それで、えー、8月のモアイは、じゃあバーベキューやろうなとかって、そういうのはあるんだけれども、一回試しにランチモアイっていうのをやったことがあって、うん。あれ以来、結局、最初で最後になりましたけどね。はははは。 やっぱりモアイは夜だな夜の居酒屋だなみたいな、そんな感じ、あるけどね。うん。えー、あきちゃんさん。たくまさんこんばんは。今日の滋賀は暑いって来てますね。全国的にやっぱり暑いのかもわからんね。うーん。だから沖縄はもうそろそろ梅雨入りしますからね。うん。ね、おそらく、あれだろうな、ゴールデンウィーク明けて、さっきも言いましたけど、ゴールデンウィーク明けて、 で、多いからもう梅雨入りっていう感じが例年なので、今年は、えー、え9日が、なんか予定日みたいですね。なんか予定日って。<laughs> 予報日ね。ははははは我々も思わ,らわらまれるわ。<laughs> 予定日に。予報日。予報日は9日らしいです。一応、9日か。で、なんか、関東だったか、 あ、いや、関西だったかちょ。ちょっと地域忘れたんですけど、かなり早めに入る,入るんじゃないかっていうふうにも、うん、言ってるみたいですね。うん。だから意外、早めに入ったら早めに開けるっていうイメージがあるんだけども。いや、その辺はね、俺も予報士じゃないのでよくわからないんです去年はね、ゴールデンウィーク中に入ったんですよ、確か。で、 開けるの早かったね、去年ね。めちゃめちゃ早かったよね。だから、梅雨の時期が、ほんと短かったんですよ。で、いろいろあってね、梅雨が短いと、なんか、冷夏暖冬っていう風に言われてるって言って、うん。なんかそうでもなかったような気がするけどね。<laughs> 去年、冷か冷夏って言って結構暑かったけどな。うん、だから、あの前も放送にも載っけましたけども。 弾、あのー、頭弾頭って言って全然結局、うん、いつもより寒い寒いの長かったんじゃないかでようやくですよね最近半袖半ズボン出れるっていうのはそれまで3月の,の後半あたりぐらいまでは全然寒かった覚えがあるんだけどねあ誰か弾頭って言ったのっていって、あのー、放送のっ,けのっけたことありますけどね <laughs> シプリームさんえー、ランチと言えるかな おっっさんとなった、えー、昨今学校給食が懐かしいなかっこ涙沖縄の給食って何か、えー、特色あるのかなってことで、うん、特色どうだろうゴーヤチャンプルーとかチャンプルー系が出てくるっていうぐらいであとはあれですよあのー、揚げパンだったりああいスパゲッティだったりね うん、そういったオーソドックスなものまあカレーだったりそういったものがうんよく出てたかな特色沖縄ならではの特色あ手びちは出てたか手びちは出てたの覚えてるな俺、うん、あら沖縄だけなんだろうか三角パック牛乳っていうのは <laughs> あのストローストローを通すところのあの シールが貼ってあるんですよ。あれが黄色なんですよね。<laughs> 今も三角パックなんですかね。今違うのあ、違うんだ。ね、昔はね、あの本当に三角パックの牛乳で、ええ、あれが定番だったんですけど。だから、俺なんか瓶とかっていうのはないんですよね。瓶はない。全部パックかな。もう年に一回。 そのオレンジジュースが出る日ありましたよねいつだったのかちょっと覚えてないですけど、うん、あ,あ,のあの時はあの時で、うん、なんかすごい特別感があったようなひな,な,な祭りかなんかの時かな多分うんいやほらあのクリスマスお正月っていうのはもう冬休みとかだって入ってるからさ普段の日でなんか特別なものって っ,て言ったら多分ひな祭り3月3日のひな祭りみたいなそういった時に何かオレンジジュースが出たような出てないようなまあ出てたのは覚えてるんだけどそれが3月の3日の,そのひな祭りとか節分とかああいった時に合わせてたような気がするけどまあ覚えてないような小学校の頃なんで小学校中学校ぐらいまでかうんなんでまた中学校の時はよあの なん、なん、なんていうんだろう、メンチカツ、メンチカツ盗難事件がありまして。<laughs> <laughs> 5組のメンチカツが8個足りないと <laughs> い。実質10個ぐらい足りてないんですよ。で、要はね、あのー、3年8組は、きっちり40名クラスではなく、38名クラスで、一応給食としては、 えー、38個ギリギリで用意するのではなくて、えー、40個用意されているんですよね。ほいでねちょうど忘れ物はしなが中学校3年生の,あの2学期ですよ夏休み明け。うん、ほいでその8組の担任からこのメンチカツが足りないと。 で、行って、で、それで、えっと、一回、もう結構マンモス校だったので、えー、9組まであったんですよ、僕ら。で、中学校ね。9組まであって、それで、に、1回が1、2、3、4、4組。で、2回が5、6、7、8。で、離れて9、みたいな感じで。で、俺9組で、で、それで、2回の、あの、クラスを回ってるんですよね、担任が。 ああメンチカツがないと。<laughs> これね四項寺の、あのー、出席簿を見せろということで。四項寺に出席してなくサボってたやつが、まあ犯人だろうと言いたいんでしょうね。はっきりは言わなかったんですけれども。で、それで俺なんかクラスから二人ぐらい連れて行かれて。ああ ねえ、あれ、まあ、正直、中学生ながらですよ。高画面地活で、<laughs> 名指しをされて、俺なんか友達は同級生は。名指しをされて、疑いのあるやつを全員来いって言って、最終的に8人か9人くらい集まってるんですよ。<laughs> 放課後に。うん <laughs>。えいで、生徒指導室の前で。うん。 あの石川先生って言って怖い先生がいたんですけどあの空手も習ってるバスケット部の顧問がいてであと戸川先生って言ってあのボクシングをやってやって現役でねその時現役のボクサーだった先生が生徒指導部にいてでそれで <laughs> この生徒指導室の前の廊下に全員ひざまずきされてもう今ではありえないね疑いだけで全員ひざまずきをされているわけですよ。 要は先生からしたら、あのー、疑って、疑って、ひざまずきをさ、させているのではなくって、サボったからひざまずきをさせてるんだと。ただ、サボった中に、メンチカツを盗んだやつがいると。は <laughs> 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 れいでいいってね。で、誰、誰も手あげないからもうずっと帰れないと。お前なんかはもう本当に正直に話さないといけない、い話さないと、 もうお前なんか返さないって言って、まあ俺なんか、うーん、その、なんて言うんだろう、普通に放課後終わって帰,帰って、次の日聞いたら本当に8時ぐらいまで居残りさせられてもみたいで。で、結果出なかったんですよ。出なく、出なくって、で、それでなんか職員会議うんぬんかんぬんって、結果、給食のおばさんの入れ忘れだったんですよ。うん <laughs> あのー、大暴動が起きまして。<laughs> 暴動ではないですけど。うん、あのー、一瞬、ちょっとした、あの、ボイコットが起きましてね。このヤンキーなんかの <laughs> <laughs> 何かと言ったらすぐ終わったのせいなっていう、うん。今思えば、まあ、言いたいこと一理あるわな、みたいなところはありますけどね。結、う、果、ん、給食のおばさんの、 <laughs> 入れ忘れってどうようんだからそのそのあとに結局俺なんかたかカがメンチカツ <laughs> 本当に、うんに <laughs> ええー、あきちゃんさんえたくまさん中学校も給食だったのうちは中学校からお弁当でしたよ親となった今毎日毎日お弁当作りお母さんの大変さありがたさがやっと分かるようになったかなということであきちゃんさん あ沖縄中学校までは、あれですよね。あのー、給食ですよね。だから義務教育までは給食センターから各中学校に。で、えー、各中学校が専用の給食センターを全て持ってるというわけではなくて、まあもちろんありますけどもね。うん。で、ここの給食センターはここの中学校とここの中学校みたいな感じで。だ、だ、だ、だいたい献立、あの、一緒ですよね。 うんそういうのでだから俺なんかうん献立であんまりテンションは上がらなかったあんまり上がった覚えがないななんかオーソドックスだものの方が逆にうんなんか今日給食カレーだぜみたいなそんな会話はあるけどなんか、うん、あれ給食メンチカツ出るぜみたいなそんな会話あんまりなかったような気がするあっ思い出したあのー、これは めっちゃ手抜きだろうっていうのがあって、給食のトレイがあってね。で、もうそのトレイ自体は、あの銀のトレイではなくて、あれ何色って言うんですかあれ。なんか黄色っぽい。なんかこんな色だよね。<laughs> こんな感じの色。<laughs> こんな感じのトレイ自体が、もうあのー、なん、なんて言うんだろう。 空いてるんですよ、そのまま穴、穴自体が。で、こっちにはスープカップ。で、こっちにはご飯、こっちにおかず。で、反対側とスープカップの同じ丸い穴が開いて、空いてるところに、まあ、ちっちゃい、まあ、さっき言ったメンチカツとかさああ。ああいうものがあったんだけど、これ絶対手抜きだろうっていうのがあって。で、スープがあって何スープだったのか覚えてない。で、メインがホットドッグ1本なんですよ。<laughs> で、何を考えたのか、ホットドッグに対してなんか、サバ缶から出てきたようなサバみたいのが、一個だけ、あって、あとご飯盛り盛りなんですよ。い <laughs> やい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 や。あのー、どこの世界にホットドッグでご飯を食べるみたいな人がいる、ばと思ったんだけどね。ああ、いや、あれは、あれは絶対手抜きだろうっていうのあったね。 で、あれも嫌だった。その、そんなになんていうの、豪華な給食じゃないからさ、メインが例えばゴーヤーチャンプルーです。ご飯があっておつゆがあります。だから、えー、ここのサイドよね。サイド。で、ここのサイドが、まあ、たと、例えばね、あのー、ちっちゃい、あのー、例えばですよ、これは、ミニピザとか。 うん、で、ああいったものとか、逆に、そうめんチャンプルーでこっちがゴーヤーチャンプルーの時もあったりとかしたんですよ。で、したら一応量があるじゃない。ある程度。で、だから、あの、結構食べるやつはそうめんチャンプルー自体もたくさん取って、で、そのゴーヤーチャンプルーもちっちゃいところに山盛りするみたいな、あ、うん、感じで、であって、だから、ここの役割自体はサブなんだけれども、結局、あの、たくさん、やっぱり、食べれた方が、 いいじゃないですか。で、そういったのが、あの、ステータスだった中で、一番嫌だったのがみかんだったんですよ。<laughs> なんかね、えみかん、三つも四つも、入れきれんし。<laughs> いやー、ああいうのは、あれだね。あのー、中学生ながらに、うん、なんだこりゃ、とかっていうのもあったけどね。 うんえー、トーモーさん、ありがとうございます。給食で一番何のメニューが好きでしたか何のメニューが好きだったかなんかね、おら、だからその、今話したら、ね、そんなに豪華なやつじゃないので、 もうオーソドックスなやつの方は、なんか覚えてるというか、カレーだったりで一番好きな、なんかテンション上がるものってあんまりなかったような覚えがあるんだよね。今日の給食あれだぜ、これだぜって言ったら覚えがないんですよ。小学校はもう全く覚えてないです。中学校は覚えてるぐらいで、で、よくある話がね、あのー、 この給食当番ってあったじゃないですか、うん、給食当番がヘマを起こして、うん、スープをガガガッとこぼすんですよねあのピロティーのピロティーっていうかあの給食の何て言うんですかあのトラックを <laughs> トラックの前とかで、うん、そしたら大体、あのー、その給食当番が隣のクラスその隣の隣のクラスにあのちょっと分けてくれっていう、うんうん、ああ あれをね、俺多分、うん、中学校の中で一番多いんじゃないかな。俺出回ったの。<laughs> いやなんか最終的にはね、また来たば9組、みたいな。<laughs> いったいこぼしすぎだろ、みたいな。空気な流されながらすいません、みたいな感じでもらった覚えあるね。うん えー、シュプリームさん。ヒージャー、ヒージャーは出なかったのですかてか、テーマはランチでしたね。すいません。ってこと。いや、一応、あの、給食、ランチなんで。は <laughs> はってはいますけどね。いや、ヒージャーは出てないね。多分ね、ヒージャーを食べれる人と食べれない人があんまりにも多くなるからだろうね。うー、ん、らしかも、単価高いのよ、ヒージャーって。ヒージャー汁定食って最低1000円からですからね、あれ。 <laughs> 大友なると1600円とかするからね。あれ、大嫌いな人からしたらもうあれ、1600円でヒージャー食べるとか、もう罰ゲームですよね、あれね。<laughs> 1600円も、ランチで1600円も出して。普通ランチで600、500円前後じゃないですか。プラス1000、いつもよりプラス1000円出して。しかもヒージャー大嫌いみたいな。<laughs> 罰ゲームでも何でもないね。さあ、一曲、お届けいたしましょうかね。 えー、曲をお届けいたしましょう。スリードックナイトのナンバーから、ジョイトゥーザワールドどうぞ。 いやー今の CM 中にね、今ラジオを聞いてた人は、えー、音楽と CM とあってね、うん、ちょっとま、あのー、マイケル・ジャクソンの話をしてた、あれは解禁になったのかどうかっていう話をしてたんですけどね。うん、いやあれだけ世界中にファンがいるんだから、もうもう解禁になってもいいとは思うんだけどね。うん。だから洋楽ですごい、すごいよね。アメリカ、全米で売れる、 売れることだけでもすごいのにそれが日本でも売れてるとかさ、うん、今流したやつでも「スリードックナイトでもねもうあの有名じゃないですか日本でも、うん「ジョイトゥザワールドなんてもう全,全然メジャーな曲で、うん、それを日本人が知ってるっていうねこと、うん、俺考えたらすごいよね。うん あの、ブラジル、ブラジブラジルだったらいそうだな。エスキモの人が等身同意を知ってるっていうの同じぐらいすごいと思いますよ。<laughs> エスキモ何人いるの <laughs> あの、人数的に。<laughs> おそらく数えられるくらいしかいまあ、そう、もうちょっといるからかな、うん。まあ、日本の人口よりはいないでしょうけども。うん、それぐらいすごいと思いますけどね。 さあ今日のテーマはランチということでねあ,あのー、ランチで言えばこのお弁当屋さんこまあうちのスポンサーもあのおかずの店金久さんの方もこのお弁当を出してるんですけれども沖縄はそのお弁当屋さんっていうのがすごくなんて言うんだろう親しみがあってねあ それで、そのお弁当屋さんの、この、なんていうの、沖縄の弁当に慣れてしまうと、その、内地で標準の弁当の量っていうのがすごく少なく感じるんですよ。<laughs> であ、あとはね、 今はそうじゃないかもしれないけど、一昔前までは、あの、ヘルシー弁当なんて沖縄で全然売れなかったんじゃないかなって勝手に思ってますね。うん。まあ、あの、脂っこいもんがないと、弁当じゃないって、うん、豪語しそうでしたけどね。お腹がくせんときなって。<laughs> 野菜美かな、売れ。<laughs> そんな感じで。<laughs> そんな感じで、うん、あったあ、ね、な、うん、らこの弁当だとかっていうのもやっぱりその沖縄の,その食堂もそうか基本的に量が多いんですよね。うん、で量おいしいし量が多いしって。でもともとはこういうあの食堂だとかっていうのはその。 地域で今はさほらインターネットとかいっぱい情報があってさ、うん、あの沖縄の、うん、地元の人が行く食堂なんて検索したらいっぱいババババ,バって出てくるじゃないですか。でそうではなくてもともと例えばこっち石川にある食堂とかだったら地元の人が行くような形でその地元の人にたくさん食べてもらいたいからっていうことでその量を多くしたりねサービスで。あ 昔は俺なんか実家の近くにあった食堂まあ近くにって言っても歩いたら結構かかりますけども、うん、中部商業近くのあの私立図書館の本当に隣なんだけどね、うん、あのあそうだ黄色いカレーって分かるかな <laughs> 分からないでしょうね沖,、うん、沖縄の食堂今は少なくなりましたけど沖縄の食堂黄色いカレーなんですよ あれ、なんて言うんだろう。かといって辛いかって逆ですよねあ。甘いわけでもないですけど、辛いかって言ったらそうではないですけど、ああいう黄色いカレーに、例えばそのサービスで天ぷらがついてるとかさ、あなんなの昔よくあったなあうあ,あ,あとは、あ,あそうそうそう、今シュプリームさん言ってる。え沖,沖縄ではよく、 A ランチとか B ランチとかアルファベットのランチメニューが多くないですかで多い多い。うん。だから、それが普通だったので、もう誰も突っ込まないんですよ。うん。ちょっと今日夕飯遅くなったなあ、向こうの、あのれ、なんていうの食堂行くか、えー。A ランチお願いしますっていうの別に沖縄の人から全然普通だったんですけどね。夜9時から A ランチっていうの。これは、 ランチじゃないじゃんっていうふうに突っ込むんでしょ <laughs> お昼の間だけ出てるのがランチっていうような、だから A ランチっていうような、なんかイメージなんですよね。要は。うん。要はないね。 うん、あのこの食堂はあ A ランチから C ランチまであるんだみたいなあなるほどねち違いはハンバーグが入ってたりなんだウインナーが入ってたりとんかつが入ってたりするんだみたいなそんな感じのものなんだけどねうんだから A ランチ B ランチなんていうのはうんランチメニューでもあるし普通に別にあの朝だろうが夜だろうがそれこそ昼だろうが全然関係なくてうん。 出てますからね。うん、まあ、受け入れられ、多く、より多く受け入れられてるっていうんですかね。うん。あとは、場所によってはさ、あのー、刺身定食なんてやって、うん。で、実際お刺身がついてね。うん、で、あのー、もちろん白ご飯に。あ、うん、あとはちょ,ちょろちょろおかずがついててっていうのが。で、これもダメっていう人もいるね。 うん、なんか、刺身にご飯は合わないだろうっていう、俺なんか知り合いもいるんですよ。で、要は、ご飯じゃなくて刺身は酢飯だったら、要はお寿司ね。酢飯だったらいいんだけどって言うんですけど、俺からしたら、え、海鮮丼ってあれ酢飯じゃないよね。<laughs> <laughs> じゃあ一緒にしやってかしか思わんけどね <laughs>。なんだろう、うイメージなのかな、やっぱり。うん。だご飯に合うもの、合わないものみたいな感じで、なんか刺身とご飯は合わないみたいな。だ俺なんかがたこ焼きと白白米って言ってるような感覚なのかな。お好み焼きは100歩譲ったらいける。だけどたこ焼きはない、ないでしょ沖縄で。 うん、た、たこ焼きをメインのおかずに、味噌汁と白米っていうのは、まず、まずないかな。ああ。だら、お、それがお好み焼きだったら、まあ、ではしないけど、で、え、それこそ、なんていうの、食堂にもないですけども、うん。まあ、でも食べれなくはないかなっていう、それで、それをおかずに、まあまあできるでしょう。 っていうようよなな感じなんだけどたこ焼きは違うじゃないですか。あれ何ななでだろうね素材一緒ですけどね。<laughs> <laughs> <う>野菜が足りないか。たこ焼きは。お<ー>だから大阪とかは普通に当たり前にあるっていうじゃないですか。うん。でそれで。あ大阪だけなのかな関西なのかなほ、まあ、大阪はた例えば。 一家に一台絶対たこ焼き器があるとか、ね。うん。そういったものとかってよく聞くじゃないですか。でも実際あるらしいですね。なんか大阪の友達もいるけど、うん、今でも持ってるし、実家にも絶対あるし、ないところないんちゃうかな、みたいな感じで言ってたのはありましたね。で、大阪じゃない人も大阪にいれば持つようになるみたいな、わけのおかなこと言ってましたね。<laughs> なんでお前そこで誇らしげに言ってるのかね。俺には理解ができないっていう会話をしたことありますけどね。 うん、だから沖縄で言えばあ、その、たこやき機じ、自体、持ってる人と持ってない人も,もちろんいるけど、沖縄で言えば、人参しりしりのあの板、いた、いた、いたじゃないな,な、なんていうんですかね。あれ、あれ、あれ、沖縄だけでしょ、あれ。人参しりしりのあの、しりしりの機械あるじゃないですか。あれと同じ形なのかな。あれ持ってない人いないよね。ははははは。 しかもね、あれ、意外に高いんですよ。あれ、低減、四、五百円すんだ、あれ。ははははは。百円ショップ行ってからしりしりいかごやさんってね、ないからね、あれ。うん、意外にあれ高いんですよ、器具。うん。えー、ゴングさん。うん、奈良県ですが、奈良ですが、たこ焼き器ありますよっていうことで。ああ、るんだ。滋賀ですが、たこ焼き器あるよって。<laughs> <laughs> あ、やっぱり関西とか、あの辺あたりはやっぱりみんな持ってるんから 東京、持ってるたこ焼き持ってんの兄貴。二台ムんじ二台よ、また。二 <laughs> 台いらないでしょ。<laughs> うあったな。俺、これ話したことあったっけこっちで話してたかなあのー、夜中から友達が電話か,かかってきて、うん、夜中2時とかですよ。1時2時とか。あのー、たこ焼きやこうぜって言って、夜中からたこ焼きし始めた話しましたっけしてないか ほいで、タコっていうのを、にこだわらないで、いろんなの買おうって言って、スコンブ買ったり、で、ちょっと味食うたな、ものとかで、なんか、あのー、キムチとかさ、うん、あんなの入れたら美味しいんじゃないって。まあ、もちろんオーソドックスなタコ買って、で、イカ買って、みたいな感じで。で、俺が選んだのがタコ朝だったんですよ。これ話したことあるよね。タコ朝最悪。絶対カまらな、マジで。今でも覚えてるわ。 <laughs> あの、粘りがダメなのかな絶対固まらない、マジで。うん。で、固まったかなと思ったら、もうま、焦げて、その、たこ焼き器の穴があるじゃないですか。その、焦げた部分だけが、その、鉄板にくっついてるんですよ。ひっくり返しても、ひっくり返せないんですよ。は <laughs> っ、うん、あったね、あれー。 マジで興味ある人やってみてまずやるかや <laughs> できないし美味しくないって言ってるので高いやば。うん。あ、でもたこ焼きなんでみんな持ってるんだろお湯は持ってないな持ってます持ってない。ああ。多分ね、半分以上は持ってないと思うのよ。たこ焼き切って沖縄の人は。いや、揚げたことあるけどね。あのー、アイで、それこそこれ、あさっきの話したアイで、 えー、みんなでクリスマスプレゼントを持ち寄って12月の前はやるよって言ってね。ほいで、俺たこ焼き器を、で一応包装に包んでもらって、うん、であとはそのくじを引いて誰かの,あのやつもらうんですけど、一応たこ焼き器を持っていったことはあるんだあ。意外にそんな高くないんですよな。あれ1000円ぐらいで買えるので。 で、一応、千円、あのー、千円いないね、みたいな感じで、五百円以上千円いないね、みたいな感じで、モアはやって、それで持っていったら、これ、うん、あのーす、すごいよ、喜ばれてね。うん。たこ焼き器なんてないから、うん。で、しかも、あの、子供がいる、うん、その、モアイメンバーのところに当たったから、めっちゃ喜ばれてね。 うん、あそんなにたこ焼き切って喜ばれるんだと思ってで翌年同じたこ焼き器をまたあの持っていったら全く同じ人に当たりましたね。<laughs> うんかまあ、あの今年もたたこ焼きって言われたのに <laughs>、うん、家族3人でたこ焼き器が2個あるってどうよって言われたけどね当たったからしょうがないやしみたいな。うん あんな、あんな、あんな思い出もあるね。うん、さあ、一曲、行きましょうかね。はい。え行、ー、きましょうか。うん。えー、ママのナンバーから、うむい、どうぞ。 お届けした曲ですねジママのうむい,いいですねいい曲だよね。あのジ、ー、ママさんの曲ってすごい何て言うんだろうしっとりというかしっとりって言ったらおかしいね。<laughs> なんて言えばいいのかなあのー、聞き入れるようなあの耳残りする音階使ってでゆっくり時間の何て言うのあのー 流れが止まるようなそんな曲がすごく多くってね、えーあのー、一度ね、えー、検索してもらえれば今聴いてるリスナーさん、えーうん、このツイキャス見てる、えー、リスナーさん「沖縄自ママって、えーあのー、検索したら「沖縄じまま」えー、スペース空けて「えー、アーティスト」みたいな感じでやったらすぐに出てきますね。うん、すごくいい曲あのたくさん出してて。 あのー、昔あの飲酒運転のね CM の、うん、ああ,あいったああいったものも、うん、まあ沖縄だけのも,もんでねあもう本当に沖縄はもう本当に不名誉ながら今でもあれなんでしょうこの検挙率が全国で1位という本当に不名誉だよねだからそういったものも含めてもう本当に飲酒運転 撲滅運動っていうことをこの沖縄県警が CM を出してたのかなあれって、うん、でその時に使われてたのがジマモさんのね、うん、この歌で、えー、あの曲もすごくいい曲だったな、うん、だからもう本当にまあお酒飲む沖縄ねお酒飲む場が多いというか何かにつけて酒飲むじゃないですか何かにつけて酒飲む <laughs> もう、内地からドシゴアが帰ってこよう思うのだったら、もう本当に、まあ今でこそそんな、なんて帰ってきた、じゃあ一週間に一回ぐらい、一週間に一回というか、一回じゃあ集まるかってなるけど、ね、もう若い頃なんて、もう帰ってきたって言ったら、毎日飲んでたようなイメージあるけどね。うん。だ俺だったら大学からなか帰ってきました。中学校のドシゴアと飲みに行く。高校のドシゴアと飲みに行く。うん。 で同じ大学のやつが沖縄で集まろうみたいなあでまた、うん、あの3日ぐらい空けたらまた中学校のどしごはんと飲みたいな <laughs> 本当に何,何かにつけて飲んでた覚えはあるけどねあまあいい今やもうゆ,ゆっくりというかみんなはねあのそ,れそれなりの,あのおじさんおばさんになってるから家庭も持ってるし、うん、あ,のあんまり飲み,飲みに行くっていう機会ないですけれども。 昔はこんなのもしょっちゅうだったな,な何かしら帰ってきたら飲みに行く何かイベントがあったら飲みに行くみたいな、うん、あ,あれもあったもう,もう完全にこじつけたなって思ったのが、あのー「タイタニック上映したから飲みに行こう」意味わからないでしょ。<laughs> タイタニック関係ないタイタニックを見に行くんじゃないよ。タイタニックが公開上映したから見に行こう。おまもう忘れもしない。大学の一年だよ、あれ。帰ってきた時に。<laughs> さあ、それではエンディング参りましょうかね。エンディングでございます。はい、エンディングでございます。早くも1時間。えー、この、 生放送。今日はね、生放送でお送りしておりますので。先週はね、収録放送で。で、収録放送をやるときはまた、あのー、その前に告知をしてね、えー、いついつに収録放送をしますよということで、えー、それで、その、ツイキャスのね、リスナーさんは、うん、収録をしている風景をまた見ることができると思いますので、えー、 よろしくお願いしたいと思います。いや本当に、あの、早いですね。で、こういう、なんていうの、生放送、もう僕は生放送の方が長いので、収録,収録っていう形よりも生放送の方が長いんでね、うん、あの、収録は実はちょっと緊張するんですよ。時間がちょっと違うからね。いつも見てる時計があのこっちになかったりとかするんで、ちょっと緊張しながらやるんですけどね。うんまあ、あ,のある時にはまた はい、お知らせしていきたいと思いますのでさあ来週のテーマいきましょうか来週のテーマは「旅行」ということで、えー、ゴールデンウィーク中になりますよね来週はそうですね5月の、えー、3日にな,なってますので、えー、あの旅行を計画しているのかはたまた旅行先から聞いていただいているのかっていうことも含めながら来週のテーマは「旅行」ということでお届けしていきたいと思います。 この番組は、オードブル、重箱のことならおかずの店、金くあなたの街のリフォーム屋さん、サポートホームの提供でお送りいたしました。それではまた来週お耳にかかりましょう。お相手は宮城拓馬でした。じゃあね、バイバイ。